組めたよ。練習試合、相手は県のベスト4、青葉城西高校。先生、成城なんて強いとことどうやって。まさかまた土下座を。してない、してない。土下座得意だけどしてないよ今回は。ただ条件があってね。影山くんをセッターとしてフルで出すこと。なんすかそれ。カラスの事態は興味はないけど、影山だけはとりあえず警戒しときたいってことすか。なんすか、舐めてんすか、ペロペロすか。いいじゃないか、こんなチャンスそうないだろ。菅原さん、今回は俺自動的にスタメンですけど、次はちゃんと実力でレギュラー取ります。え、あ、いや、影山は俺なんか眼中にないと思ってたから意外で。体力も実力も断然お前の方が上だろ。経験の差はそう簡単に埋まるもんじゃないです。それと、他のメンバーからの信頼とか。ほほほ、中学のあの試合本人的に相当答えてんだな。なので俺負けません。うん、俺も負けない。で、練習試合のポジションだけど、これで行こうと思う。いいか、ひなと。お前は最強のおとりだ。おお、最強のおとり。クイックでガンガン点を稼いで、敵ブロックの注意をお前に向けさせる。そうすれば他のスパイカーが生きてくる。逆にお前が機能しなきゃ、他の攻撃も総崩れになると。お前総崩れ、総崩れ、総崩れ、総崩れ。